ここでは本当に一言では語り尽くせないいろんな出来事を経験させてもらいました。左耳ピアスの穴5、左耳ピアス、あっ、女という生き物が持つ醜さ、感情に流されても行き着く先はまた無所になっちゃうんだから。ここが社会のクズに罰を与える刑務所だってことをよく分からせてやるわ。こっからだよ。どうやってそうしたらえっちゃ。私後悔してませんけん。